人ネタデッキ選手権。はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造マシーン、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんのザ・カリキュレーターという遊戯王界最強の電卓をご存知でしょうか。このカードの攻撃力がフィールド上のモンスターのレベルの合計 ×300 になるっていう、あまりにもネタデッキに向いている性能をしているんですよ。これね、要するに自分のフィールド上のモンスターのレベルをバンバン上げていけばものすごい打点になるっていうことなんですけれども、ザ・カリキュレーターのこの効果、私ね、新パック見てたら、あ、こいつやばいことになるなと思ったのがありまして、このタンホイザーゲートっていうカード、これ皆さんご存知でしょうか。ですね、新パックで登場したこの N カードなんですけど、自分のフィールド上の攻撃力が1000以下で同じ種族のモンスターを2体選択して発動できる。ちょっと難しいですね、発動条件。打点がめっちゃ低くて同じ種族のモンスター2体を用意しなければいけないんですけども、で選択した2体のモンスターはその2体のレベルを合計したレベルになると。要はめちゃくちゃレベルが高くて打点がめっちゃ低いモンスターを2体並べて、でこれを使うと2体のレベルがめちゃくちゃ上がるんですよ。私はね、気づきました。例えばユベルの場合、ユベルって打点ゼロじゃないですか。攻撃力めっちゃ低いんですけど、こいつレベルめっちゃ高いんですよ。ダスエクストレームトラウルヒドラッケさんとか、これ12ありますからね、12と。まあ、今日は何やっていくかっていうと、レベル12の、ユベルとレベル11のユベルを並べると、まあ、23になると、レベルが両方とも23になるってことは、フィールド上のレベルが23と23を足しまして、46になると。でカリキュレーター自身もいるから48になると。だからこの1枚発動しただけで、カリキュレーターの攻撃力っていうのはですね、14400になるんですよ。あ、頭悪い。14400になるんですよ。これをねこのタンホイザーゲートをじゃあ無限に使っていけば、これちょっと単一制限ないんですよ。どんどん上がるんですよね、レベル。ちなみに2回目に発動する場合ってもう両方とも23になってますんで、23と23を足すと今度は46になっていくと。だからどん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 倍に、ね、なっていくわけですよ、レベルが。まあ、実質倍じゃねえな、だからなんか4倍かになってくるんですよ。すごいこと起きるんですよね。今日はですね、まあ、ちょっと一人ネタデッキ選手権なんで、相手するデッキは環境デッキとかじゃなくて、普通にネタデッキ選手権用のなんかサポートデッキなんですけど、今日はちょっとタンホイザーゲートを6回ほど使いまして、ザ・カリキュレーターの打点をね、ものすごいことにしていきたいと思います。誰が得すんだよ、このデッキ紹介して。デュエルスタンバイ、電卓最大化チャレンジ。見せてあげるよ本当の愛を。そう、見せてあげますよ本当の愛をね。さあ、私クソデッキ製造マシーンことリュウさん、本日はですね、ザ・カリキュレーターの爆発的攻撃力を皆さんにお見舞いしたいと思います。基本的には一人ネタデッキ選手権なんで、相手してくれてるのは、まあ、うちの幹部会のメンバーなんですけども、基本的にコンボパーツが揃うまではなんかドローするだけなんで、とりあえずちょっとね、コンボパーツ揃うまではちょっと一回飛ばそうか。今日の動画ね、多分ね結構短いと思うわ。では、コンボパーツ揃うまでスキップどうぞ。これで残り3枚だろ。とりあえずこのリミットリバース発動。さあ、リミットリバースの効果によってユベルを特殊召喚していくぜ。見せてあげるよ本当のボス。ちなみに自分自身の召喚ムービーあるの多分こいつだけですよね。でユベルの方がどう、ユベルの効果によって出すエクスアブシェリヒリッターを特殊召喚。アブシェリヒリッター、よし。そしてどうだ順番間違えんな。とりあえず蜘蛛を使って死者への蜘蛛の効果を使う。ユベル出すアブシェリヒリッターを破壊し、墓地のテグナの
ユベルダスエクストレームトラウリヒドラヘヨ特殊感よし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 で、次デッキトップ引かなくていいから、カード引きます。セットする。カードを伏せるよ。で、これで、エンドして、で、エンドフェイエンドして、エンドフェイ何も起きない。で、相手のターンリミットリバースいいな。ターン終了でいいな。間違いな。結構意外と手順はあるんですよね、このデッキ。はい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 。で、これあといいよ。いい。モンスターを攻撃して、はい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 、オッケー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 。で、かけらだけ発動して、はい、永続魔法いい、よろしい、苦しいない、よし。リミットリバースの効果発動。リミットリバースの効果により、ユベルを僕自身の特殊召喚見せてあげるよ、本当の僕を。よしいいぞ、これでだ。でだ、我のターン、まずユベルを守備表示で破壊する。で、墓地のユベルの効果と、さあユベルの効果によって墓地からユベル出すアブシェリヒリッターを特殊召喚。よし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 いいぞ。そして禁じられた聖杯の効果を発動しとけばいいか。金額聖杯発動、聖杯発動で、これでイベル出すアブシェリキリッターは知らない、あじゃなくて効果発動しない。でエンドフェイズで、これで一回耐える。で、相手ターンもう何もしない。これでカウンターが2個になる。大丈夫だ、いける。で、贈り物伏せたらいける。オッケー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 、きたきた。で、俺のターン、僕のドロー、きたぜー、行くぜ。まずはパンホイザーゲート発動。フィールド上の攻撃力が1000以下で種族が同じモンスターを選択し、そのモンスターのレベルを2体の合計した数値とする。パンホイザーゲートさらに発動さらにパンホイザーゲート発動。ほらこの時点でもレベルやばいだろ。レベル92ってなんだよ。そして遺言の仮面の効果を発動し、デッキを戻し、そしてリバースガードオープン。貪欲の仮面発動。貪欲の仮面の効果によってタンホイザーゲート、タンホイザーゲート、タンホイザーゲート、さらに取引、あともう一枚何でもいいな。あともう一枚は何でもいいぞ。そうだな、聖杯かなんかにしようか。これで3体を、あじゃなくて5枚をデッキに戻して1枚ドロー。よしいいぞ。さらにいいぞ、贈り物ナイス、贈り物ナイス、贈り物ナイス。そして強欲のかけらの効果発動だよ。シャシャッ。そして暗黒間取引もついでに発動。シャッ発動だよ。シャッよし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 、もう一回行くぜ。タンホイザーゲート発動。これはレベルが92となったユベル2体を選択し、さらにレベルを倍にしていく。さらにタンホイザーゲート発動、さらにレベルを倍、うおーれ、さらにタンホイザーゲート発動だよ。レベル何でなんだこれ。368から見ていくつだ。レベルなんだこれ。レベル736。いけ、ザ・カリキュレーター。やばいって。攻撃力442,200。バトルだよ。いけ、おやすみ。電卓パーンチ。やべ、最後の攻撃名高すぎた。やばいこと起きてる。レベル736ってなんだよ。